まずは、リアオ、団体康則さん。よろしくお願いいたします。はい。お願いいたします。立ちますかね立ちましたね。座ったままで大丈夫です。いはい。ししありがとうございます。立つまでもなかった。失礼いたしました。私はしゃべるんでしょうかはい。はい、お挨拶、あのえー、意気込みをください。<ん>意気込みを一言。意気込み。はい。はい、皆さんどうもありがとうございます。ようこそお越しくださいました。えー、よろしく、宣伝のほどお願いいたします。えー、意気込み。 えーっとですね、ついにこの、えー、シェイクスピアの、えー、名作、リア王、えー、まさに今日から、今から始まるんでございますが、えー、意気込みはあるんです。あるんですけど、これね、大丈夫でしょうか、えー、成功したらすごい、とても、あ、成功するんですが、失敗したら失敗するんじゃないかと思って、今ドキドキの状態でございます。えー、ぜひ えー、この成功するか失敗するかぜひ目撃していただきたいと思います <laughs> 皆さんよろしくお願いいたしますありがとうございますリア王の娘三女役コーデリア役を演じられます上白石さんお願いいたしますはい、えー、皆さん今日はお集まりいただきありがとうございますコーデリアを演じております上白石萌かです、えー、ついに本日開幕ということでこうすごくドキドキむしゃぶりのようなものをしておりますが 本当にあのショーン・ホームズさんの演出で今までに見たことがないようなリア王になっていると思います本当に幕開けからあこれがリア王なんだってびっくりされた方も多いと思うんですけどあの新たなリア王を目撃してほしいなと思いますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続きまして長女ゴネリル役、えー、江口のりこさんお願いいたしますはい、えー、長女のゴネリル役の江口のりこです えっとそうですねうんうん楽しくやれたらいいなって思ってますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、リアオの娘一上役リーガン役の、えー、田畑智子さんお願いいたしますはい、えー、リーガン役の田畑智子です、えー、とにかくあの最後までみんな健康であの楽しんで 本当に最後の最後大支援楽笑顔で迎えられたらいいなって今は思っておりますはい、宣伝のほどよろしくお願いいたしますありがとうございますリア王の家臣グロースター伯爵役朝野和之さんお願いいたします、えー、この、えー、若い人たちに混じってね年長者あ,あえて年寄りとは言いません年長者三人が毎日刺激を受けて特に私頑張っております えー、いい舞台になると思います。ぜひ、えー、いらしてください。では。ありがとうございます。リアオの中心、ケント伯爵役、高橋克実さん、お願いいたします、えー。今日は皆さん、ようこそ、ありがとうございます。えー、ケント役の高橋克実でございます。えー、とですね、まあ、この、皆さんご覧だったのは、あの、始ま。 でえー、本当にあのまもなく、えー、40ページぐらいまでなんですけどもう真っ白なあ舞台なんですけれどもこの後また変わるんですけれどね、えー、何に変わるかちょっと、えー、見に来たらいいいと思います <laughs> 今まで <laughs> 見たことないような、えー、なかなかの展開でございますね。はいえー、どうなるんだろうな。 はい、ということで、ぜひいらしてください。はい。ありがとうございます。同系役平田敦子さん、よろしくお願いいたします。はい、えー、同系役の平田敦子です。今日はありがとうございます。あの、私の役は主に旦那さんと、勝美さんと、大体くっついているんで。あの、胸を借りて。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。 グロスなおの息子、江戸川役、小池鉄平さん、お願いいたします。はい、江戸川役を演じさせていただきます、小池鉄平です。本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。あの、本当に、この。 真っ白いこの世界からなんかどういうふうに変わっていくのかなというワクワクをすごく感じるセットでありますしよりなんかこのシンプルなセットだからこそ生々しいあのお芝居だったり迫力っていうものがすごい伝わると思いますのでぜひ劇場で体感してほしいなと思っておりますよよかったら遊びに来てくくださいいろししお願いします。 ありがとうございます同じグロスターの息子、えー、エドマンド役玉置レオさんお願いいたしますはい、エ、えー、ドマンド役の玉置レオですお集まりいただきましてありがとうございますえー、っとリア王というダイナミックな、えー、戯曲がショーンの演出によってものすごい緻密な作品に仕上がりつつあります、えー、前代未聞のリア王になっていると思いますのでもしよろしかったら劇場に足を運んでいただいて目撃していただければなと思っておりますよろしくお願いいたします ありがとうございます。ゴネリルの執事、オズワルド役、前原公さん、お願いいたします。オズワルド役の前原公です。今日はありがとうございます。えっと、ショーンさんの作品四回目になるんですけど。もう、結構今までで一番、大変なんじゃないかなと思ってます。あの、もう早く楽屋に帰って、変更点を <laughs>。ね、<laughs> 確認したいっていうぐらい、もう変更変更の毎日なので。あの、もっと豊かになると思いますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。ありがとうございます。 ありがとうございます。リーガンの夫、コーンウォル役、公爵役、イリノミウさん、お願いいたします。はい、コーンウォル役やらせていただきます、イリノミウです。この壮大な劇曲をですね、この素敵なキャストとスタッフとともに作り上げることができて、とても嬉しく思っています。この演劇でしか体験できないものがここに詰まっていると思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 ありがとうございます。オネリンの夫、オールバニー公爵役、森隆二さん、よろしくお願いします。はい、ーオールバニー役の森隆二です。えー、このリア王っていう対策を、本当にここに見えてない人間というか、まあ、人たちが本当にもっと大勢いて、その人間全員で本当対策に挑んで、多分いいものが出来上がってると思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいと思ってます。よろしくお願いします。 ありがとうございます。それではいくつか私の方から質問をさせていただければと思います。えまずはダンタさん小池さん、はい、上白石さんえ菊池さんタバタさんへ質問させていただきます。えっと斬新なショーンさんの演出だったと思いますが、えー、今回いかがだったでしょうか。ダンタさんからお願いします。すみません。えー、と演出ですね。演出はですねいやあのショーンさんはね。 いい演出家だなと思います、あのー、僕のおともなんかこの感覚といいますか感性が割とお合うような気がしていい演出家なんでしょうけな,んでなんですが、えー、やはりこの、えー、私はセールスマンの詩をやったんですが今回このなかなか、えー、リア王というのは高い山でございましてそこの頂上に登るのはなかなかこれは 大変このルートをちゃんと示してはくれるんですがそこに登っていく人たちも大変なんでございますがあのルートを示す方も大変ショーンさんも今回結構大変だと思いますがあのそれを見事にこのルートを示してくれたと思いますただ私の体力が、えー、登,る登り手の方がちょっと今滑落しそうになってる状態でなんとかくれ登り切ろうとなんとかの頂上に登ってやるぞというようなことで、えー、ショーンさんの 演出素晴らしいです。ただもしダメだった場合はし全部ショーンの責任にします。<laughs> <laughs> 素晴らしいです。失礼いたしました。ありがとうございます。小池さんいかがでしょうか。はい、そうですね。斬新な演出、そうですね。確かに斬新な演出もありつつ、なんかそういうところもあるんですけれども。 逆に本当あのショーンさんの何て言うんですかねこう一人一人に本当に優しく懐の大きいあの器ですごく寄り添ってくださってそして丁寧にこう一人一人にちゃんと向き合ってあの話してくださったりとかっていう,こうちゃんとみ皆さんでこう共有してっていうなんかすごくなんかそういった一面もすごくあってだからこそあのすごくみんなでこう信頼してあの旦那さんがおっしゃったようになんか一つのゴールに向かってこう登っていくようなあの。 団結力っていうものがなんか生まれるんだろうなっていうふうに思ってて、すごい素敵なエースカさんだなと思っております。ありがとうございます。上白石さんいかがでしょうか。はい、え私はショーンさんとは初めましてで、あの偶然にも日本で公演されているショーンさんの演出の舞台は全て拝見しておりまして、あの拝見するたびにすごく古典的な劇曲にショーンさんならではのこう現代的な 風を吹かせてらっしゃるイメージがあったので今回の「リア王」はどんなションさんの風を私たちは浴びられるんだろうと思ってワクワクしておりましたあの今回もそうですねなんかこう戯曲通りの言葉ではあるんですけどこういう真っ白い空間とかこういう椅子とかもすごく斬新で壁に物を描いたり消したりしていって。 なんでしょうね、すごく現代的なようでなんかこう時空がすごくどこにいるのかわからないような,なんかこうそぎ落とされた空間がものすごく素敵だなと思っておりましたでショーンさんの人柄は本当に物しの柔らかい方であの一人一人に目線を合わせて接してくださいますし私は初日から あのスタッフとかキャストの皆さん全員のことを下のお名前で呼んでいらっしゃったのがすごく心に残っていて、ああ、ションさんとこうたくさん話し合って最後まであのリアを作っていきたいなって私も最初から思っておりました、私もションさんの演出、すごく大好きです。ありががとううございいいます江口ささんんかかでししょははの稽古場は本当に日々楽しくて 充実した日々を過ごしていました。あのショーンさんすごい面白い人なんで、チャーミングだなって思ってます。<laughs> ありがとうございます。田畑さんお願いいたします。はい、えっ、ー、と私はフォーチュンに続き二回目なんですけれども、そのフォーチュンの時もあの美術のポールさんとショーンさんだったんですけれども、とにかくそのなんかこの世界観というかすごく壮大で。 あのどっちかというともこっちで本当にいろいろすごく緻密に計算された角度だったり位置だったりあったりするんですけれどもそれにすごくがハマるとすごく楽しかったなっていう記憶がありまして特になんかその出てるんですけど本当に客席で見たくなるあのお芝居というかあの舞台だなっていうのがすごく印象にありまして今回もすごくそう思います。なので そうですね。たくさんの方に見ていただけたらいいなと、はい、思っております。ありがとうございます。続きまして、高橋様と麻生様に確認お伺いいたします。400年前の古典作品ではありますが、今に通ずるものがあると、まるでこの時代に作られた作品のように感じております。多くの舞台に出演されていたお二人に、特別な、今回の特別な点、違いなど、どのように感じているか、お伺いできますでしょうか。やっぱりあの みんなが言っているようにすごいあのショーンさんの演出がすごく良くて僕もあのサラリーマンああサラリーセールスマンいつもサラリーマンじゃないセールスマンの人サラのソを拝見したんですけどやっぱりこ,うあこの人だったら何かものを作ってみたいなって思う方だったのでそれに参加できたことはすごく嬉しくてとにかくやっぱり思っていたようにすごいものをこう演劇を作る上でえ本当にこう演,演出家だな って思うこれいろいろあると思うんですけども非常にこのもちろん紳士で非常に一番いいのはとにかく僕が感じたのはそのわステップを一つずつこうだあの上がっていくようなものを作っていくこういう作り方をしてくれるので僕たちもなんかすごくやってて僕は特に安心して後ろからついていけるというかものを一緒になって作っていけるっていう気持ちになりました。 とにかくあのやっぱりイギリスの方でやっぱりシェイクスペアを熟知している方なんでそのシェイクスペアを持っているヒントとかそういったことがよく理解されているのでそれをまた、えっと、人の僕に演出だけじゃなくて人の、まあ、ノートを言っていることだけでもすごく勉強になるしすごいい興味深いこといいろろとと教わりましたえだか、まあ、とにかくこの舞台、えー、見てお分かりだと思うんですけど非常にこう今までとはちょっと見たことのないような。 日本できっと作られないような新しいエリアはできたと思ってます。新しい扉が開いたんではないかと、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。高橋さんお願いします。400年前っていうか、まああんまり変わらないことなんだなっていうのがこの稽古を自分がしてて、えー、普遍的なものなんだなっていうこの物語のテーマといいますか、まあ。 えー、まず一つ老いがあってであとはもうその親子親子の話というやっぱり娘を持つ男親っていうことで今朝も些細なことで私は娘にちょっと怒られていつもだと初日頑張ってパパなんつって背中を叩いてもらえるのがなかったんですね今日それだけでもう今日ちょっとこう芝居に影響が出てますけれども。<laughs> それぐらいやっぱりその400年前だろうが今だろうが娘を持つ男親の気持ちというのは変わらないんじゃないかということで以上でですすす <laughs> ありがとうございます玉木さんに質問大河ドラマ「光る君へ」でも親子を演じられているお二人ですが大河の撮影と舞台の稽古での旦那さんの様子はいかがでしょうかあ。先に一個言っておくと 大河ドラマでは親子なんですけど、今回は親子じゃないん。そうです。失礼いたしました。い,いえ大丈夫です。で何でしたっけ、えっと、旦那さんですか。はい。良そう。えっともう旦那さんはいつも旦那さんです。<laughs> <laughs> あの何でしょう。本当にどの役に取り組んでいらっしゃる姿も、どの現場でご一緒する姿もきちんとシーンを持っていらっしゃって、でも同時にそのお芝居の中で戯曲の中で それから役演じる役に関してをまるでこう散歩とか泳ぐとか,なんかそういうある種エンジョイっていうんですかねしてるかのようにその作品とか役に取り組む姿を僕はどの現場でも旦たさんの姿をそういう姿を見てきたなと思っていてすごいその姿が印象深いですしこの背中を追っかけていこうと思える偉大な先輩だなと思っております。 ありがとうございます、はいえー、間もなくお時間となりますので最後に旦タ、えー、さんに質問させてください、はいえー、最後、えー、皆様の上演、えー、楽しみにしている皆様に、えー、一言お願いできますでしょうかはいえー、っと確かに今までリアを私も蜷川さんでやったりもしたんですがあ別の役ですが、あのー、今まで日本で上演されたもう数々の名優たち 名舞台があったと思うんですがまあそれとは違う,う初めてのこの、えー、リアオのその別の面からの捉え方といいますか初めてあ「今まで見たことないぞこのリアオは」という舞台にはなっていると思います。えー、それをあのここにいるみんなとそしてまだほかにもいらっしゃるんですがあのみんなで、えー、そこへ向かって毎日稽古をしてまいりましたんで。 ぜひそのみんなの姿そしてえ仕上がったリアオの新しいリアオをぜひご覧いただきたいと思います。